今実験中です。パスタを茹でるときに水に重曹を入れると中華麺になるっていう裏技があるんですけれども、茹で上がったパスタをもう一度茹で直しても中華麺になるかどうかやってみてます。できるか、うまくできるかどうかは2分後のお楽しみです。はい、2分経ったのでザルにとってぬめりを取るために一度水洗いしました。で、そのまま一度食べてみたんですけども、普通に中華麺の味でした。まさしく中華麺です。なのでその裏技の作り方では、パスタを茹でる時の要領でパスタの茹で時間プラス2分、ね、乾麺の状態から重曹を入れて茹でますが、もう出来上がったパスタが残った時にそのお湯を沸かして重曹を入れた状態で2分ぐらい茹でても中華麺に変えることができます。パスタが残った時試してみてはいかがでしょうか。以上、簡単な実験でした。さっきパスタを、中華麺に変えたものを一体何に使ったかと言いますと、お好み焼きに入れました。モダン焼きです。こんな感じです、食べてもやっぱりそのモダン焼きみたいっていうことなので、この実験は成功です。焼きそば麺とか中華麺買ってこなくても家にあるパスタでモダン焼き作れます。どうぞお試しください。